おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということでね、今日はインターナショナルカップの本戦の方をやっていきましょう。最終予選ですね、イタリアと日本とどこだこれ、ちょっとわかんない国の3国とまずはね、最終予選やってから決勝トーナメントの方に移っていきたいと思います。スペインに関してはね、代表編成はこんな感じですね。ちょっとまた変えさせていただきます。パコ・アルカセルと平成だよね。で、全員ポジションでね、やっていきます。ここダビド・シルバにして、ウィングストライカーだけね、ちょっとポゼッションの選手がいなかったのでロドリゲスなんですが、それ以外の選手はね、全員ポゼッションということで、フォメコンを発動させつつ連携線をね、つなぐといった、まあコケとかテージョ、モラダを入れてしまうと連携線がつながらないので、まあチーム力としてだいたい3000ぐらいの差が出るんですが、まあそれでも連携線の方が大切かなということで、連携線を意識してやっていきたいかなと思います。さあ、第1戦はイタリア。いや、5度目の正直、今回こそ優勝したい、本当に。マジで頼むぞ。ちょっと戦術の相性が悪いんですけれども、まあ、最終予選に関してはね、まあ、イタリアに、万が一負けても、残りの2国勝てばいいだけなので、そんなに心配はしていないんですが、前回、最終予選のね、予選で負けるっていうね、スペイン使って。支配率も取られてますし、シュートも取られてますね。ちょっと痛いな。さあ、ザッパコスタから、エルシャーラウィ、インモービレ。うわさすがインモービレ。まあまあまあ、いいでしょう。1点くらいはね。おっと、来たよ。頼む。同点に追いついてくれ。せめてね、勝ち点1が欲しいですね。なんだ今の。あれか。クロスか。頼む。叩き込め。ピケ。PK! さすが PK! ありがとうございます。OK。同点でかいですね、やっぱり。いや、頼むぞ、このまま。このまま試合終了。おっと試合終了間際に、アスピリクエタ、ヘセ、パコ・アルカセル。OK! 逆転しました。プッポンからね、見事にシュートを、ゴールをね、奪うことができました。これ、勝ち点2入りましたね。いや、これはでかいですね。予選突破がもう1点目から濃厚ですよ。やっぱ連携戦つないだ方がいい気がしますね、これ。OK。おう、デフェアがマンオブマッチですね。さあ、今のところの順位表ちょっと軽く見ていきましょう。オランダ、アメリカ、ウルグアイ、アルゼンチン、セネガル、ベルギー、ブラジル、ポーランドにフランス、ポルトガル、日本、スペイン、ドイツ、ロシア、チリ、ホンジュラスと。なるほど。ホンジュラス。日本、スペインか。まあまあまあ。さあ、第2戦ですね。相手は日本です。やっていきます。絶対勝った。失礼しました。ちょっと花粉がひどくてね。さあ、日本戦やっていきますよ。これは勝ったでしょ、マジで。日本戦はもう勝つしか見えねえ。OK。初めて見たんだけど、これ。イニエスタすげえ。初めて見た。このあれですね。エクセレントゴールは初めて見ましたね。やっぱエクセレントゴール結構種類があって面白いんですけれども、見たことないのが見れるとね、面白いですよね。さあ。ロドリゲスから、再びイニエスタに回って、OK、2点目。安定ですね。もう日本には負ける気がしない。さあ、前半2対0で折り返して、支配率はでもね、若干負けていますね。ただ圧倒的にシュートの本数も勝っていますので、まあここに関してはもう後半も心配ないでしょう。さあ、シルバから、アルカセルからイニエスタから、ロドリゲス。おわ、これは外れるのか。まあいいでしょう。さあ、再び、なんか今年勝てる気がする。あ、中村康介なんだ。川島じゃないんだ。ダビド・シルバが決めて3対0と。いや、いいですね、やっぱ。めっちゃパスが出てる。さあ、再びダビド・シルバからイニエスタ。OK、ロドリゲス。4点目。いや、めっちゃいい感じなんですけど。ということで、4対0。見事にね、勝利を収めることができました。いや、これ強いな、スペイン。今年勝てるぞ。今年マジで勝てる。
でしかも今このスペインって俺あれなんですよね、自分のチームの選手一人もスタメンで使ってないっていう、全員もともとスペインにいる選手だけでやってるので、あのルイリケさえ用意できれば誰でも組めるっていう。でここどこ、イランか。ちょっとイラン結果を見るでいいですか、絶対勝てるんで。うん、ここはねちょっと勝っていきましょう。イランはちょっと結果を見るでね、パッと飛ばして、あの決勝トーナメントの方にね重きを置いていかせていただきたいかなと思います。さあさあ余裕ですね、もう。いやこれはでかいね、やっぱ8番って誰だ、シルバか。シルバめっちゃゴール決めるな。おお、まあまあいいでしょう、1点くらいあげます。オッケー、危なげなく予選突破。さあこっからですね、本番は。おしおしおし、レベルも上がったのでこれは嬉しい。またちょっと選手たちが強くなりましたよ。さあ決勝トーナメント、緊張する。ホンジュラスだなこれは。うん、大会情報でねちょっとあのリーグだけ、トーナメントだけ確認させていただきましょう。ここでホンジュラスに勝ったらおそらく次はドイツかアルゼンチンで、フランスかベルギーですね。で決勝としてはブラジルかイングランド。うん、いや決勝まで行ったら勝ちですね。うん、ちょっとホンジュラス戦も結構見れていきます。まあ、ここら辺はちょっとあの負ける気がない、負ける気がしないので、まあ、パパパッと勝っていきましょう。ブラウグラウンドで2点目、できればなドイツ初戦で負けてほしい。あ、いやでもアルゼンチンと確かフォメコンの相性が悪いので、ちょっとここはアルゼンチンを倒してほしいですね。さあ8番ダビド・シルバー、エクセレントゴール。いやこんなテントランクティーから体力温存しとけ。ペドロ・ロドリゲス4点か、大活躍やな。オッケー、さあさあさあどこだ次来るのは。今月のトピックはこちらはどうでもいいです。ドイツ、よしこれは勝つる。うん、頼むぞマジで、マジで頼む。いや俺にそろそろ優勝カップをくれ、俺にそろそろ優勝カップをくれ。スペイン20年も前とやってるぞ俺20年は投げ、マジマジでマジでやだよ、マジで負けたくないよもう。さあサミケディラ、オッケーナイス。あでもコーナーかこれ、オッケーオッケー、コーナーじゃないね、よかった。緊張した、頼む頼む。おっとでもまあシュートは同じ、支配率も同じ、成功率が若干悪いかなと。1本枠内打ってるけど入らなかったんですね、惜しいな。ファールファール、またドイツのモーションか。ケディラからゲッツェ、うわマリオ・ゴメスかな、オッケー来た。セルヒオ・ブスケツ、アルバ頼むぞ、アルバマジで頼む。オッケー、2人かわして中入れて、オッケーオッケーオッケー。コーナーないの、頼む来た、コーナー頼む、入れろ、入れねえのかよ。あまだじゃねえこれ、まだラモス持ってね、よしでかいこの1点、ロドリゲスマジででかいよ。オッケー来た、もうこれ逆転でしょ。さあアルファからオッケー、よっしゃヘセマジでヘセ、ナイスシュート、逆転で突破。いやこれは熱かったですね、マジでマジで熱かった。ちょっと見てる側からしたらお前何そんな興奮してんのって思うかもしれないんですけどめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、よかった。よしよしっていうことでね、2対1で見事にドイツ破ることができました。さあトーナメント表の方をちょっとね確認していきましょう。次ベルギーですね、ベルギーとブラジル、イタリア、うん、いや勝った、勝った、これは。いやまだだ、まだ気を抜いてはいけない。ベルギードイツに負けてベルギーに負けるのはないっすよ。うん、見てこの戦力の差。さあダイジェスト見ていきましょう。点を取りに行けて、点を取りに行きます。いやマジであのドイツへの逆転劇震えましたね。いやマジで心臓止まるかと思った、先制された時。頼むぞマジでベルギー、マジで俺に見せてくれ。おっとベルギーから入るのか、入った点、オッケー、セーフ、よし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 、イニエスタ、オッケー、シルバ、シルバ、うわ
うわ惜しい、めっちゃ惜しい。さあハーフタイム、支配率はトントンですがシュート圧倒的に勝ってますね。後半も期待できます。頼むぞ、押し来た、モーション入っていく。ロドリゲスから前線のアルバ、アルバが中に入れてイニエスタ、さすがキャプテン。え、外れたの、くっそ外れたのか、怖え怖え、 PK は怖えよ、 PK は怖え、 PK は怖えよ。いやシュートめっちゃ勝ってるんだけどな、シュートめっちゃ勝ってるんですけどね。おっと来た、あー入んねえか、うわうわー、アスピリクエタマジ、え PK、 オッケー、危ねえ、危ねえっていうかこれレッドやばくない、頼むぞ、ここで失点はやめてくれ。 PK か、うわ緊張するマジで、頼む頼む、入れろよ、外せ外せ、うわマジか、ヘセ、いや待って、うわ、よし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 、外せ、え、やばいやばい、緊張しすぎてやばい。おっしゃ、勝った、嬉しい、準決勝勝利ということで無事に決勝までたどり着くことができました。いや問題はね、レッドカードを食らったことですよね。レッドカード誰だっけ、あれ書いてねえな、 あアスピリクエタだ。え、どうしよう、アスピリクエタレッドか、決勝前にレッドは痛すぎるぞ。え、アルバもレッ、え、累積2枚、え、やべえ、ブラグラーナが発動できない、うわマジか、ある、こんなこと、うわやばいな、やばいっすねこれ、マジか。じゃあもうフォメコンとか言ってられないんで、さあ、しかも相手ブラジルですからね、とりあえずカルバハル右に置いて、これフォーメーション変えるしかないですね、3バックにしましょう、うん、マルカの入れる3バックしかないっすね。で、いや悩ましいな、ポゼッションだけで埋めるわけにもいかないし、いやラモス右かな、でマルカのここ3万6000まで下がるか、ちょっと考えましょう、フォーメーション設定で3万6000まで下がってフォメコン発動できないのはエグすぎる。343、これでどうですか、マルカの、あーカルバハル、うん、マルカのラモスで、ブスケツここで、コケここで、サイドアタック中央突破か、テージョとヘスやったらどっちがいい、テージョの方がいい、ただ連携戦もやっぱ意識しなきゃいけないので、それでも3万9000まで下がれますね。ブラウグラーナが発動できなくなったのが痛い、まさかアルバが累積2枚とは思わなかったな、しかもブスケツ絶不調、そしてニゲスがやべえ、レベル上げてなかった、っていうかレベル 14? あ、このニゲス俺のニゲスか、やってもうたな、どうしよう、カルバハル、いや悩ましい、勝てる気がしねえんだけど、これにブラジルで、ブラジルにこれで、それだったらもう戦術をブラジルがカウンターかな、なのでサイドアタックにしちゃって総合値下がるんですが、でコケ、コケ頼み、うん、でどう、うん、サイドアタックじゃないと3万7000のところをサイドアタックにして、まあ、4万ちょい、さあダイジェスト見ましょう、うわマジで勝てる気しない。
くそ、まさかここに来てポメコン切れるとは思わなかったな。せめてどっちか一人でしょ、レッド。ポメコン組めるどころか、あのフォーメーション変えることになりましたからね。やべえ、マジで。フェルナンジーニョ、ネイマールがサイドに出して、ウィリアンが中に入れて、オッケー、危ねえ。さあ来た、さあ来た、コケ、ナイス。コケ、お前にかかってる。ロドリゲス、よあ、弾かれたんか。いや緊張する、うわ怖え、マジで。ジェズス、ジェズスからウィリアンから中入れられて、これ怖えな。うわジェズス、やばいっすねこれマジで。支配率も圧倒的、シュートも圧倒的に負けてる。うわおっと来た、 PK、 おっしゃー、ブスケツ PK、 マジでありがてえ。なんとか追いつきましたね。さあさあさあ、オッケー、アルカッセル頼むぞ、ここはマジで決めなきゃいけない。イニエスタから中に戻してコケ、よっしゃー、ロドリゲス、マジでお前がうちのエースだ、お前がナンバーワンだ、ロドリゲス。いやマジでよろしい、あっとった、守れ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 、よっしゃがやったー、苦節20年スペインで、マジで嬉しい。総合値4万5000にたどり着いたのが、12年前、総合値4万を超えたのが20年前に、確かもう4万超えてたんですよね。いやーマジで長かった。インターナショナルカップはもう優勝できないもんだと思ってましたからね、これ。いや、マジで嬉しい。コングラチュレーション。いや、ちょっとね、だいぶ長い動画になってしまっているんですが、いやもうこの画面をね、しっかり見て。いや、嬉しすぎるぞ。ジェズスに入れられてから、ブスケツが PK。うん。いや、チアゴシューバーありがとう。で、ロドリゲス、73分。MVP は誰ですか？ペドロか、さすがだな。6.5 点か。こんな感じですね。ドイツを破り、ベルギーを破り、ブラジルを破り優勝と。さあ、報酬初優勝ですよ。ようやく。本当に初優勝。マジで長かった。いやー、よかった、マジで。さあ、結果はこのようになってます。優勝ということで、見事。優勝することができました。本当にね、長かったね、マジで長かった。セルヒオブスケツありがとう。さあ、報酬もねちゃんと受け取りましょう。経験値チケットレベル2、渋くない？まあ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 、そういうことは言わないということで、今回はね見事にそのスペインでね優勝することができました。で、報酬が確定チケットも手に入れると。いや、よかった、マジで、よかった、マジで。やっぱ今回の勝因としてはやっぱり連携戦の意識かなと思います。いや本当に連携戦つないだら本当に点入るようになりましたし、結局最後もね、あのコケ入れはしたんですが、モラタとかね、あのフォワードを星4の選手に変えずに連携戦意識して、2のポゼッションの選手でね連携戦をつないでやっていくことに、やってみたら無事優勝することができました。連携戦つなげばね優勝できるというわけではないかもしれないんですが、今まで、まあ、ずっと連携戦ではなくフォメコンと選手の能力でやってきて負けていたので、連携戦つないでね勝てたことすごく大きな一つのファクターだったかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。インターナショナルカップね、本当に優勝できてよかった。皆様も優勝できるように祈っております。次もね違う国使って優勝していきたいと思いますので、ぜひぜひご視聴ください。皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。